それはさぞかし奇妙な白日夢を見るような光景だったに相違ありません。ソーセージ、地獄のオペラが始まる。それはもし傍観者があったのなら、さぞかし奇妙な白日夢を見るような光景だったに相違ありません。一人の男が同じ服装をした、同じ体つきの、顔まで全く同じ一人の男を絞め殺してしまったのですから。俺はお前だ。昨日までは兄の妻であり、今や私の妻である女。そしてなんという幸運でしょう。妻は私を少しも悟らなかったのです。妻に手を出したのか。怖いのよ。お前の親父とおふくろに何か思い出したんだね。殺されたんだよ。それ君は何なんだ。おめえはな、本当は俺の子だけじゃねえんだよ。人殺しだ、人殺し、人殺し、人殺しじゃろ。今始まる、きらびやかなる悪夢の宴。そうだよ、結局私を裏切ったんだよ、あんたのこと。ソーセージ、